ニュースの深掘りです。本日名護市長選挙の当選確実が9時半に打たれましたね。まあ私もほっとしておりますけども、さすがにね、9時開票と同時に当確というのは出ませんでしたが、30分かかりました。まあでもね、無事にこれはあのね、自公が推す徳地さんが当選確実ということになったわけなんですけども、あのね、この問題っていうのは本当にね、いろいろこう根が深いですし、奥がこれ深い問題がありますよね。例えばこれを見てください。これは年代別の投票先、これ括弧期日前調査ということですけども、これね、本州でこんなに顕著に年代によって差が現れるというのはそうそうないと思いませんかね。80代以上に当たって、これ当たりましたね。72.1% がこれは岸本さん、つまり野党ということになります。7対3ということで、まあこれ圧勝でしょうね。ところが20代というのはこの岸本さん、左派を応援するのは2割いっておりません。でね、80代以上の方がね、岸本さんの意見にね、これ賛成しまして、米軍出ていけというのはね、これはお気持ちはよくわかります。やはり80代以上ということは、戦争をリアルに体験しております。つまり沖縄の地上戦をね、これ体験してるわけですから、それはね、もう無条件にアメリカ軍なんか見たくないと。とにかく出て行ってくれと。アメリカ軍がいると大変なことになる。まあ、これをね、私、こう安易にね、否定することはちょっとこれはできないと思います。気持ちは本当によくわかるんですよ。ただですよ、この80代以上、まあ70代以上も含めましょうか、こういうらの方々というのは、おそらくはネットをいじる方というのは非常に少ないと推測されます。つまり、琉球タイムス、沖縄新報という2大左派機関紙を常に見て、その意見だけで頭がいっぱいになってるんですよね。そこで煽られた上に、戦争をリアルに体験してるとなりますとね、これやっぱりね、もうヘリパッドなんかいらないとかね、辺野古なんかとはもう移設反対とかね、そういうふうになるに決まってるんですよね。まあでもね、それでも70代の方ね、6対4というのはすごいなと私気もするんですけども、まあまあそういうことになります。そしてその逆に20代、30代と、まあ40代、50代もそうでしょうね。これを見ますと、いかに現実的にどちらがいいかというのをちゃんと冷静に判断している人がいかに多いかということがよくわかります。でね、これ左派の人たちは本当これ逆にアドバイスしたいぐらいなんですけども、この徳地、まあ保守側になりますけども、やっぱりね、全国どこでもそうですけども、企業との癒着と言いますか、まあ癒着とは言いませんけども、いろんな怪しいつながりとかね、企業献金も含めてなんですけども、やっぱりこれはね、あると思いますよ。ね、これはないなんてとても私も言えません。だからそういうところに大きな問題というのは非常にたくさんあるんです。ですからこれ岸本さんもね、そういうところをしっかりとね、もうついていかなくちゃダメなんですよ。で、実際にこれ選挙で何を言ってたかということをやっぱりちゃんと分析しますと、そのあたりのね、献金問題とかそういうのもちゃんとしっかりついて攻撃はしていました。ところが、なぜそういうところに若い人が全く共感をしないかというと、これ理由は簡単ですよ。やっぱり日米安保の話でしょうね。とりあえずね、米軍出ていけ、もういらないと。じゃあその後はどうするわけ？俺たち丸腰だよ。はい、じゃあそれは後から話し合えばいいでしょうと。こんなものが通じるわけないじゃないですか。これにサファーなんで気づかないんでしょうね。私それが不思議で仕方がないんですよ。その辺をね、もうちょっと現実的な話にして、若い人たちも納得できる部分までちょっと寄ってですよ。その上で徳地氏をね、しっかりと追求して、こういわゆる保守独特の問題ですよね。そういう献金とかね、なんかいろいろつながってるんじゃないかと、資本家とつながってね、我々のような労働者をいじめてるじゃないかと、それをしっかり言えば確かに言えるなってなるはずなんです。ところがね、安全保障とかそっちの面ではとてもじゃないけどね、納得できるわけないんですよ。で、お年寄りはね、もうこれは年齢ということもありますしね、自分の戦争体験もありますので、もう無条件に反対、そしてネットを見ないからということを今お話をしました。ただ若い人たちにとってはネット見てますから、中国とかですね、ああいうところが入ってくるということをちゃんと恐れてるんですよ。だって現実的な問題でしょ。もし攻められたらどうするんですか。島ですから逃げようがありませんよ。日本から分離されていいんですか。冗談じゃないと思う方が普通でしょう。それが真っ当な感覚ですよ。だからこういう投票になってるんです。
それに一体いつになったら気づくんでしょうと。まあ私としては見ていてもね、もう嫌になっちゃいますよね。だからね、左派の肩を持つわけじゃないんですけどもね、もうちょっとね、まともなことをすればね、いくらでも攻撃できるのに、なんでこの人たちはわからないんだろうかと思って、唖然としますね。そして、はい、今、この次なんですけども、はい、これですね、琉球新報、同じ日なんですが、これ皆さん知ってましたかね。他の2つの市でもね、実は、このような形で、選挙をやっておりまして、そしてここのね、市もあれなんですよね。実は現職は野党候補だったんですけども、前職のね、保守系の市長が返り咲きました。つまり名護市だけじゃありません。こちらも保守が取ったということになるんですよ。ね、で現職のこれはズケラン氏っていう方がこれは落ちたんでしょうね。ほらこういう形でね、みんな推薦してますよ。共産、立民、社民、社大、これな、沖縄のあれですかね。あとこれですよね。ニヌーバブシ、なんだかよくわかりませんけども、沖縄のなんかなんでしょうね。こういう人たちが推薦をした候補を破ったというニュースも、このような形で載っております。まあ私としては本当にね、とにかくほっとしたということになりますけど、でもやっぱりね、さあの皆さんね、なんで本当わからないでしょうね。このさっきの期日前投票のこの率を見てください。私が左派だったらゾッとしますよ。しかもね、よく考えてくださいよ。70代、80代って投票率が高いんですよ。ね、投票率が高い人たちがこのような形で左派を支援した率も圧倒的に高いんですよ。それなのに負けてるんですよ。これどういうことか分かります？だからこれからね、10年、15年経ってください。70代、80代の方がいなくなっていきます。そして下の世代が上がっていきます。中国の脅威はますます増していきます。誰が左派を応援しますかということなんですよ。本当私がね、アドバイスしてあげたいぐらいです。何を考えてるんでしょうね。本当にね、もうちょっと現実的なことを考えてね、安全保障のことを考えてください。で、こうなるとどうなるかと言いますと、先ほどの沖縄タイムズと琉球新報ですよね。この2紙というのは、今のこのトーンをもっと上げるでしょう。それはそうですよ。もうどん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 支持を失って、投票率もね、こう下がっていって、左派の得票なくなっていきますので、この2紙としては、今まで以上にやりたい放題、大げさな見出しを打ってね、それでも印象操作もして、変更報道もしてですよ。そしてもう左派機関紙のね、もうもうめちゃくちゃなそういうね、中学派みたいなそういう内容のことを書いてですよ。それでもう煽るしかないんですね。で、反対派の、まあ、プロ市民の方々というのは、今まで以上に米軍に反対すると。そして、米軍の車が通りますと、目の前に寝っ転がって殺す気かと叫び、そして警官隊が排除すると、暴力を振るうな、触ったな、とか言いながら、そのシーンを映像で撮ったり、写真でね、第三者が撮って、こんなひどい扱いを受けてます。またこれやるわけでしょ。もういい加減にしてください。本当にまともなことをね、そろそろやらないとね、自分たちが全く立ち行かないってことにどうして気づかないんでしょうかね。私は欲してたんですけどもね、本当にサーファーの皆さんのことが心配で仕方がありません。今日はそういうところで終わりましょう。